横井軍平、横井軍平、横井軍平、1941年9月10日から1997年10月4日は日本の技術者、ゲームクリエイター。京都府京都市出身、同志社大学工学部電子工学科卒、任天堂開発第一部部長として、ゲームウォッチ、ゲームボーイ、バーチャルボーイ等の開発に携わり、宮本茂と並んで、 任天堂を世界的大企業へと押し上げる原動力となった。趣味は、鉄道模型で、小学3年生で、大ゲージを買ってもらい、中学2年生で、フゲージに転校、高校時代に完成させた、レイアウト、SP ライン、S は、シルク、イコールギヌ、P は、パラソルイコール3、キヌガサキヌカサキヌガサ、当時の住所から使ったとのことを、専門し、 鉄道模型趣味に投稿し、1958年1月号に掲載されている。その後進学した同志社大学でも、鉄道同好会に在籍している。1965年、同志社大学工学部電子工学科卒業後、大手家電メーカーへの就職を希望していたが、成績不良によりいずれも就職試験に落ち、近所にあって、なおかつ採用してくれたという理由で、 ニンテンドを入社する。当時のニンテンドは、京都の花札、トランプメーカーに過ぎず、横井は、工学部卒の入社第1号だったと言われている。入社当初は、設備機器の保守点検の仕事を任されていたが、暇つぶしで、格子上の伸び縮みするおもちゃを作り遊んでいたところを、社長の山内博に見つかり、社長室に呼び出される。処罰を受けることを覚悟したが、 山内の言葉は、それをゲーム化して商品化しろであり、物をつかめるように改良を加えて、ウルトラハンドとして商品化。ウルトラハンドはコピー品が出回るほどの大人気商品となる。同作のヒットをきっかけに、開発課が設置され、任天堂の玩具開発を担当することになる。当初開発課は、横井と経理担当の今西講師の二人だけだったが、 作品数が増加するにつれ人員も増加していった。開発家時代に枯れた技術の水平思考をもとに数多くの玩具を手掛け、主な作品に小型のピッチングマシーン、ウルトラマシン、簡易版嘘発見機、ラブテスター、射撃玩具、光線銃シリーズなどがある。光線銃シリーズは大ヒットしたものの不良品問題で儲けがほとんど出なかった。 しかし、社長の山内博士が乗り気になり、レーザークレイシステムとして、積極的にアーケード展開をもくろ。軌道に乗るかと思った矢先、オイルショックの影響で、建設計画撤回が相次ぎ、横井には責任はないものの、任天堂が傾くほどの赤字を出すことになった。レーザークレイシステムは、失敗に終わったものの、その後、任天堂は、 アーケードゲーム事業に乗り出したため、アーケードゲームの開発を手掛けるようになる。その他に、ゲーム性を取り入れた、掃除機、チリトリーも手掛けた。1979年に開発家は分割され、横井は開発第一部の部長となり、1996年に退社するまで同部署の不動のエースとして活動した。なお、この頃から横井自身は主にアイデアを出す人になり、 実際に技術面での開発に当たるのは、岡田聡氏を筆頭とした他の技術者という体制が取られた。横井はコンピューター嫌いであり、上村正幸曰く、コンピュータ好きの僕とは技術者としての道がのずから分かれていった。開発第一部は、任天堂の携帯ゲーム機のハードソフト開発の部署として生まれたが、他の部署が担当している仕事も平然とやってしまう。 遊撃史的存在でもあり、開発第二部が担当していたアーケードゲーム開発、末置き型テレビゲーム開発にも積極的に関わっていた。任天堂ブーアメリカ、任天堂のアメリカ現地法人で在庫問題が起きた際に、任天堂本社で新しいゲームを誰に作らせるかというコンベンションが開かれることになった。その際に、 横井は従来のようにハード側の人間ではなくソフト側の人間に作らせれば新しいゲームができるのではないかと考えクリエイティブ家の宮本シュゲルを推薦する当時の宮本はいわゆる工業デザイナーでありソフト制作の実績は全くなかったがこれに応え結果的に出来上がったドンキーコングは世界的な大ヒットになりまたマリオというキャラクターを生み出すきっかけになった 部署の垣根を越えた人材活用路線は、後の宮本に多大な影響を与えた、宮本が1990年代末に言っていた、会社内のクリエイティブがの影響下にある。主に手がけたゲーム機は、ゲームウォッチ、ゲームボーイシリーズ、バーチャルボーイなど、また、ゲームウォッチ時代に十字キーを考案し、これは、後続のニンテンドのテレビゲームのデファクトスタンダードになった。 1996年8月15日に、任天堂を退職。開発第一部部長の後任は、伊豆市竹弘。もともと、50歳を過ぎたら好きなことをすると語っており、自主退社だったが、日本経済新聞が、バーチャルボーイの不審の損失の責任を取るために、辞任と報じたため、横井は、文芸春秋1996年11月号で、反論を執筆した。 退社後、より自分のやりたい、商品開発を目指し、株式会社ことを設立。クネックネッチョ、等の携帯ゲームや、ガングなどを企画したほか、ワンダースワンの開発にも、アドバイザーとして参加。ワンダースワン用のパズルゲーム、ガンピーは、横井の監修によるもので、ワンダースワン用ソフトとしては、かなりのヒット作となった。 独立から1年後の1997年10月4日、石川県のみぐんねあがり町、後野の三み市の北陸自動車道のボリ線で、知人男性が運転していた車が、前の軽トラックに追突する事故を起こし、その追突した軽トラックを動かすため車外へ出た、ところを、後続の乗用車にはねられ、同日午後9時、搬送された小松市民病院で、外傷性ショックのため、 56歳で死去した。2003年にゲイデベロッパーズチョイスアワーズにおいてライフタイムアチーブメントアワード特別功労賞を受賞。横井の開発商品はコミュニケーション性が特徴である。大学時代に遊び人だった経験が生かされている。時としてそれが大ヒットを誘発する要因となる。これらの横井ズムは宮本主ゲルの 万人向けゲームの開発など、ニンテンドーのゲーム開発方針そのものにも大きな影響を与えている。横井は枯れた技術の水平思考という独自の哲学を持ち、自作に反映していた。枯れた技術はすでに広く使用されて、メリットデメリットが明らかになっている技術のことで、水平思考、エドワード・デボの提唱は、既存の概念にとらわれず新しい角度から物事を、 見るということであり、要は既存の技術を既存の商品とは異なる使い方をして、全く新しい商品を生み出す。結果的に開発コストを低く抑えることができるのが特徴。射撃玩具、光線銃 SP が代表的な存在で、太陽電池を電池としてではなく、光に反応する性質に着目し、センサーとして使用。一方その光の発信源はというと、 豆電球といった次第である。開発第一部が手掛けていた携帯ゲーム機においても、その哲学は反映されているが、その一方で、前述の横井のコンピュータ嫌いがあり、ハイテクが必要なわけではない。むしろ高価なハイテクは、商品開発の邪魔になると、ローテク路線も取っていた。枯れた技術の水平思考とローテク路線が完全に噛み合ったのは、ゲームボーイにおいてであり、 ゲームギアやリンクスといった他社の高性能の携帯ゲーム機を次々と葬っていった。なお、両社ともゲームボーイのローテクサを揶揄する比較広告を行っていた。低コスト路線は任天堂の末置きゲーム機開発でも取られ、開発第二部が手掛けていた末置き型ゲーム機、ファミコンやスーパーファミコンもこの方式で作られていた。しかし1 9九十年代中盤の 次世代ゲーム機戦争において 3D 化の代償として当時の最新技術を投入せざるを得なくなりファミコンカセットの特殊チップなどを開発していた開発第3部が任天堂の64の開発に当たることになる結果的に枯れた技術の水平思考もローテク路線も否定された形になり横井は任天堂ンド64を推進する宮本茂に対してお前もそっちへ行くのかとこぼていたという 横井は同時期に一つの答えとして枯れた技術の水平思考とローテク路線を貫いた 3D ゲーム機バーチャルボーイを開発したが商業的に大失敗に終わるしかし枯れた技術の水平思考低コストが幸いして任天堂の業績にほとんど影響がなかった横井はその後任天堂を退社した横井の退社後任天堂64が 日本市場で苦戦する一方、ポケットモンスターの大ヒットにより、ゲームボーイがコミュニケーションツールとして復権。そのため、ニンテンド64を日本市場で苦戦させる一端を担った64 DD、64DD がさらに迷走することになり、ニンテンド64はさらなる泥沼に陥った。2000年代になり、岩田里が数字主義、スペック主義からの決別を歌い、 末置き型ゲーム機、任天堂ゲームキューブを発売した頃から流れが変わる。その後社長になった岩田はコミュニケーションを重視した社内改革を始める。その結果生まれた携帯ゲーム機、任天堂 d s では既存のゲームとは異なる、タッチ・ジェネレーションズを次々と投入し、かつてのゲームボーイ時代のように性能で上回る、プラッションポートブルを圧倒。また末置き型ゲーム機、 Wii では、性能で上回る、Xbox 360や PlayStation 3を、尻目に、小型化、低消費電力化路線を測り、新しいコントローラーを導入し、ゲームプレイの別化を行うなど、遊び方の変革で対抗しようとして、注目を集め、成功を収めた。岩田里氏は、現在の戦略が枯れた技術の水平思考の伝統に、則ったものであると言及している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。